いろんな人の住宅がある、いろんな人の帰る場所がある。横目に見ながら僕はチャリを漕ぐ、いろんな人の仕事場がある、いろんな人の役割がある。それで僕の役目ってなんだろうな。真面目なことを考えながらペダルを漕ぎ出すオリオン通り、周りの老舗に目をやるとせっせと働くおじいさん、すれ違う人と目が合ったり、知らぬ間にできたイタリアン覗いたり、ゆっくりと流れてく街がある。いろんな人の生活がある、いろんな人のマイペースがある。僕もそれに従って歩く、いろんな人の生き様がある、いろんな人の死に様がある。そうか、生かすも殺すも自分次第、イメージはいつもポジティブでいたい。そうだ、野球に例えてみるよ、9回ツーアウト満塁、打席に向かう男がいる、相手の球をよく見極めてフルスイングでホームランを打つんだ。そうゆっくりと走ってる僕が見える。三振前のバカ当たりだよ、特大ファールでみんな笑う、それならばむしろバカ野郎でありたい。染まるオリオン通り、干からびた花を見つけてはせっせと水やるおばあさん、いろんな人の一日がある、いろんな人の物語がある。ゆっくりとだな。